こんにちは、萌香です。今日実は引っ越したので、まあ、その様子をブログにしたいと思います。今本当に今床汚くて、全然アンパッキングもまだしてないです。一応クローゼット5個ぐらい服、なんていうの、ヘンってなんていうんだ、吊るした、違う、服かけたですけどまあ後でもうちょっとやりたいと思います。ベッドもまだ買ってなくて、とりあえず実家から布団持ってきてそれを引いててって感じです。でも今ニトリ行ってきたんですよ。これが傘立てです。今買いました。ちょうど今雨降ってたからちょうどいいです。でもこういうのも全然開けてないです。開けてないっていうか整理してないです。今めっちゃ雨降ってて、でこの鏡風の中運んできて大変でした。これ今買ってきました。いろんなもの今茶色で合わせてます。スペインのマーケットで買ったブランケットつけました。これ買った時の動画別のにあるので、そっちも見てください。ダイソーとかでもうすごい安っぽいんですけど、シャンプーとボディーソープとコンディショナーのやつ買って、でこれも100円ショップなんですけど、これじゃないな、これは食べ物ですね。こちらシャンプー、コンディショナーとかステッカーがあるんで、これをつけたいと思います。で中身もさっき買ってきました。こんな感じになりました。フィルター買ったんですけど、これがどの形にも合わないんですよね。返品しざるを得ないかなって感じです。ニトリで注文したテレビ台届きましたドライバー持ってないので買ってこないとまだ作れません。今ドライバー買うためにニトリ行ったんですけど、なかったんでキャンドゥまで行ってきました。でもゲットしました、イエイこんな感じになりました。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、ここにカメラとか系置いて、まあ、その充電器とかで、ここにスイッチとインターネット でちょっとテレビがちっちゃいので、その横にちょうどティッシュとかリモコンを置くスペースができたので、こんな感じです。この横に机が届く予定なので楽しみです。シンクが本当に小さくて、洗った皿を置く食器ラック名前わかんないですけど、の場所もないので、シンクの上で乾かせるラック買ってきました。でこれは本当にこれしかついてないので、そこにつけるこれですね。あとはこれはまな板スタンド、あともう一個このスプーンとか入れて、これに取り付けるものとして買ってきました。であとこれが上から吊るすものなんですけど、買ってきました。補強する部分が形が合わなかったので、ここに糸通してもっとセキュアにしました。もう早速使ってますけど、こんな感じです。でも一つさっきのやつで残念なのが、これ入んないです今 IKEA 行ってこれとこの中にあるもの買ってきました。袋の中こんな感じです。無事に1個もらわないで持って帰ってきました。これはこのお茶とか入れるやつです。これはこのキッチンと色が合うので青にしました。あと別のバッグからこの4つ出てきました。これは天井に下げて、これは枕目の糸を使って天井からぶら下げていいと思いますどうやって説明したらいいのか分かんない。まあその過程は後で見せようと思うので、そしたら言ってること分かると思います。こんな感じになりました。ちょっと薄いですけど、1本しか買わなかったんで。じゃあ今日 IKEA で買ったこれを吊るすためのものを、この枕目の糸を使って作っていきたいと思います。まあ、引っ越したばっかで椅子とかまだないんですよ実は。なので引っ掛けるものがないので、このクローゼット の引き手の部分で編んでいこうと思います。
We should be closer than friends. If you open... さっき言わせたんですけど、3メートルが5本と4メートルが1本切ったんですけど、でそれを半分に折ってるので今これ12本なんですね。でそれを、4本ずつに分けて大きな束3本にして編んでいきたいと思います。フックスとして使うためにここを一周して結んじゃいました。だけど抜け出せない今気づいてよかった、本当にヤホー、信じられない。まあ、他のところ探してやります。どうにか見つけたのがここですね。これだったら取れるんで、これこうやってぐるぐる回して窓を開けるところなんですけど、まあ高いのでずっと立ってなきゃいけないのと、どうやったらこの過程をビデオに撮ろうかなっていうところです。とりあえずやってみようと思います。3本編み終わったので次ここら辺に編みたいと思います。次はこの3つをつなげていきたいと思います。Take that high road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. こんな感じになりました。今日購入したこれ、組み立てたので、今からクラフトのグッズを入れたいと思います。これがババになります。ここ大きな紙で。これめっちゃ好きです。で、ペン、ここがステッカーですね。で、折り紙。で、マスキングテープです。で、2個目が、まあ、ボンドでしたりとか、ネジ、ガムテープ、トンカチだったり、もうちょっとなんていうんですかね、なんか男っぽいもの持ってるんですか。で、3段目がまだ揃ってないんですけど、まあ、手芸グッズだり、針でしたりとか。このゴムだったりとか、松井くんのグッズとかですね。ずっと冷蔵庫とか洗濯機とかなしで生活してたんですけども、やっと届きました。なんかビッグカメラで洗濯機、冷蔵庫、掃除機、マイクロウェーブってなんていうんだ、あ、出てこない、温めるやつ、あ、レンジと、あとなんだっけ、掃除機って言った、の5点ついて5万ぐらいで売ってて、その5点一気に届いて急にもう生活しやすくなりました。これが届いたレンジで、あと炊飯器、まだなんか置く場所があんまないんで今とりあえず積み重ねてて、でこれが冷蔵庫で、掃除機ですね。であと洗濯機があっちにあります。今日このミキサーも買いました。これでミックスすることもできるし、このジャーを直接使うこともできます。こんなレトロな見た目なんですけど、ちょっとまあ家のテーマに合わないんで他のが良かったんですけど、ちょうど4月だけ普段の値段の半分ぐらいでこれ買いました。最近どっか行くために磁石買うようにしてて袋とか結構取らない派なんですけど冷蔵庫の横に貼りました。結構ちっちゃい時からいろんなとこ行ってたので、その時から集めてればよかったなって本当に思うんですけども、けどちょっと1年ぐらい前に始めたので全然ないですまあでもこれから埋めていこうと思います。さっきこのキャビネットが届きました。いろんなもの床に落ちたので捨てるの楽しみです。やっといろんなとこにコロコロ転がってたものを収納することができました。個人的にここがめっちゃ好きで、お茶の葉っぱに、まあ、まだ他の種類硬いんですけど、ここにガムシロップ入れて、でここにそのコーヒーとか、これピーチティーですね、とか入れてます。ちょっとこれがテーマに合わないんでそんな好きじゃないんですけど、でもこの角めっちゃ好きですこういう風にキャビネットの中も結構綺麗に揃えてます。なんかキャビネットの色も同じ焦げ茶です。ゴミ箱も色合わせてます。やっと今日テーブル届きました。これはダイニングセットで、このテーブルと椅子がセットなんですね。でこれはちょっと全く関係ないんですけど、これも焦げ茶で合わせました。もうずっと床でご飯食べてたので、やっと座ってご飯食べれます。
とこのコースターもダイソーで見つけてすごい可愛いなと思って結構使ってます。あとこのトレーなんですけど、もうちょっと大きいもの欲しかったんですけど、こういうのって結構高いじゃないですか。けどこれただのなんていうんですかね、お盆みたいな感じで100円ショップで200円とかで買って、でオリンピックでこのハンドル別で買って自分で取り付けました。まあ安かったんで満足してます。実はコストコでもう一つワゴン買ったんですけど、1段目がメイク、ティッシュで、ファブリーズで、パソコンで、3つ目ちょっと適当に床に乗せたものを入れた感じです。ちょっとジムグッズ結構これ使ってて、バンド、あとアイロンとかごちゃごちゃしてます。個人的に好きなのがこのカゴです。これもニトリなんですけど、タオル入れてます。ちょっとここごちゃごちゃしてて、ここは好きじゃないんで、まあそのうち整理できたのかなと思ってます。以上で引っ越した先のデコレーションや買った家具などの紹介でした。もし将来同じような雰囲気にしたい人がいたら、少しでもこのビデオが参考になったら嬉しく思います。チャンネル登録だけではなく、インスタのフォローもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。ハリルしたりとかの、のとか、少しでも家の中参考になった、もし、タネ。